文化放送から生放送でお送りしております。田村淳のニュースクラブ。ここからはゲストコーナー。今週のすごい人。本日のゲストはエコノミストのエミンゆるまずさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エミンさん、僕はあの違う番組でもご一緒させていただいて、いろいろとあの経済のアドバイスを。<laughs> <laughs> もう完全になんかこう。 エミさんの言う通りに <laughs>、はい、あの売ったとか買ったら最終的に今プラスになってるって話を先ほどされてるんです、ねはい、だからこの今日も聞きたいなと思いますがどのあたりでアメリカの経済がこう復調してくるのかそのあたり私はしっかりと聞きた今基本的にどう崩れていくのかみたいなバブル崩壊の話をみんなしてる時ですけどもうその先見てるんですか そうですだってそのまま下がりきるってことはないってエミンさんはおっしゃってるのでどっかで必ず副調するでそのタイミングをつかむんだっていうのが私がエミンさんから教わっています。<laughs> だいぶ先の話で、ね、もうちょっと手前の話もしてくださいね,ね手前の話もしましょう <laughs>、はい、さあではエミンゆるまずさんのプロフィールの紹介島田さんお願いしますはい。エミンゆるまずさんはトルコイスタンブールのご出身です16歳で 国際生物学オリンピック世界チャンピオンに、ねうん、そして1997年に日本に留学日本,語能力日本語能力試験1級を受けて1年後に東京大学理科一類に合格、うん、その後東京大学大学院で生命科学修士を取得2006年に野村証券に入社し投資銀行部門金融投資家営業部門に携わった後 2016年に福厳経済塾の取締役塾頭に就任されています。これまず何ですかこうエミンさん16歳の時の国際生物学オリンピックって。うん、まあ国際生物学オリンピックは高校生の生物学の知識を競う、うん、世界大会みたいなやつで。はい、これ実際日本も参加しているんですけど、うん、その国の代表として4人参加します。うん、それに私がだからあの,16歳,の16歳でまあトルコ代表として参加して。<laughs> 金メダル。はい。これこの段階では経済とはまるで関係ないとこですよね。でそのまま16歳の時にも世界チャンピオンになったらそのまま日本に留学するわけですけど、なぜ日本を選んだんですか。まあ日本がもう僕すごい好きだったんで小さい時から、まああの世代的にも結構やっぱファミコン世代ですから、割とだから日本の漫画とかアニメとか。 あのゲームでで育ったったていうのがあるんですよね、うん、だからまあそれもあってでもう一つはだからみんなあの欧米に行っちゃうから、うん、まあトルコでもみんな欧米に行くから、うん、これなんかあんまり面白くないなと思ったんですよね。ね人とと違ううでこで2006年にこう、うん、急に野村賞金で <laughs> 経済 <laughs> 大学院まで生命科学修士だっていう。そう,うそうですね ずっとその生物生命とかに興味があって勉強してた人が、うん、野村証券ってどういうあれなんですか流れなんですかこれあれなんですよあれなんか 結構山奥の研究所でね実験やってたらね、うん、こんなことしても儲かんねえだろうなと思って <laughs> <laughs> で,いで周りに聞いたんでその時は、うん、一番儲かれる仕事って何だって聞いたら証券会社が一番儲かれよって言ってあの時ちょうどあのハゲタカとかああいうのが流行ってた時期だったんでうん、うん、そうかと思って。 そのまあ、証券会社の、まあ、就職のあれを探してたらたまたま野村証券の、M A、の部門に入ったんですよねそんなでも軽々と入れる会社じゃないですけどね <laughs> 野村証券さんって。本当一,一発なんですよ野村証券しか逆に受けてないんで。へー い <laughs> いるんですねこういう <laughs> な何でもできちゃう人 <laughs> それまで生物のことしかやってなかったのにこう自分で儲かる仕事こっちだっつってまたそれはそれで勉強したんですか、うん、そうですそれも勉強しましあ即その時はあの証券外務員試験っていうのは初めてが育成に解禁されてたんで、うん、これはすぐ取っとこうと思って2週間ぐらいで取りましたそれそしたらそれだいぶ役だったんです <laughs> <laughs> すごいのよ。脳みそどうなってんだっていうね。うんはい、そのこの脳みそに世界経済の話を行うと伺いたいと思いますが、はい、皆さんから質問も増してます。<laughs> この脳みそに失礼な言い方でした、ね、<laughs> この頭脳に <laughs> この頭脳にメールアドレスはアルファベットすべて小文字でニュースクラブアットマーク j o q r ドットネット。ファックス番号はゼロ三五四ゼロ三一一五一。 あなたからのご意見お待ちしていますさあエミンさんリクエスト曲いただきたいと思いますが、はい、何にしましょうかあのビヨンドシーですね、うん、ボビーダーリンの曲ですなぜこの曲をまあこれはちょっとこの人がすごい最近好きで、うん、ずっと聞いてるんですけど実はあのあ当時結構フランクシナトラの杉にすごいって言われた人なんですよね<ー>あの 持病を持ってて早く亡くなっているんですけど38で亡くなっているんですこの方、うん、でもその38歳までにいろんなことを成し遂げた人なんでまあジャズもできるしポップもできるしっていういろんなことできる人る、ね、そうですね<ー>皆さんお聞きください、はい、FM916AM1134 ラジコでも聞けます文化放送田村敦のニュースクラブゲストエコノミストエミー・ユルマズさんとお送りしておりますはいちょっと地方まで1分半ぐらいなんですけどラジオネームウーロンハイさんです 私は買うを始めようと思っているんですが今は初心者には難しいタイミングでしょうか難しいといえば難しいんですけどただ全財産ですぐあの、うん、それを投資する必要ないですよね。うん、勉強するにはいいタイミングだと思います、うん、逆に今から勉強してちょっと覚えたところでちょうどいい買いのタイミングが来るので<ら>、うん、いいんじゃないですかちょうど勉強するには。とと、はいうん、といかないってこそ、ね、そううね <laughs> 一気にね。今ちょっといっといてあ上がった下がったみたいなこう繰り返しながら、うん、あこうなるのねって分かって、うん、あ株ってこうなのかって分かってから本格的にですよそう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 ,そう,そう,うん島田さんもね株をちょっと前にやられて、ね、今ちょっとやや引き上げようかなう <laughs> <laughs> 今日詳しく伺いたいところです,ですよね、まだでもちょっと ちょいゾンぐらいだけどここで引くべきかどうかでしょそうですねトランプが大統領に就任した時に大マイナスを食らったことがあるのであらあのタイミングであのタイミングでも食らってますしちょこちょこ言ってますじゃあ今日そのあたり <laughs> みんななんか目ギラギラさせてるあど淳儲かったらしいなじゃないのに <laughs> 知いますよ <laughs> まあ自己判断ですからね,ね,ね最終的にはまあちょっと世界がちょっとどうなっていくのかエミンゆるまつさんは2次第に伺っていきます田村敦志のニュースクラブ、えー、浜松町文化放送のスタジオからお送りしております、はい、今週のすごい人ですね、はい、今日はゲストのエコノミストのエミンゆるまつさんをお迎えしてお送りします、はい、さあここからはコロナ後の世界経済をお書きになったエミンさんの本 <laughs> エブリシングバブルの崩壊 についてお聞きしたいと思いますがこの本のタイトルのこのエブリスイングバブルというのはどういった意味になるんでしょうかまあこれはですね実はコロナ直後のですねこの世界的なばらまきと金融緩和で、うん、実はありとあらゆる資産がバブルになってるんですねで特にアメリカの方、うん、で例えばですね過去のバブル見てみると例えば2000年のバブルっていうのは IT バブルと言われてあの時はまあインターネット関連の会社の かぶってすごいバブル状態になってて、うん、で今度はあのリーマンショックの前っていうの不動産がバブルになってたんですよねはい、はい、ただ今回はね全部バブルになってるんですよ<ー>つまり IT 関連の株もバブルだし、うんえー、不動産もバブルだし仮想通貨もバブルだし、うん、もうその,、うん、その他の資産も例えばバイオ企業とかですね、うん、医療医薬品企業とかもバブルだったんですね実は。うん だからどんな株を買ったとしても、はいまあ、どの,あの、はい、業種も上がってたと、はいはい、そういういことですねそれは何か要因があるんですか全部上がるって今までになかったことなんですかまあこれはこれだけ要はつまりお金をじゃぶじゃぶに吸ってたってことなんですね中央銀行が。うん、でお金の利用が増えてしまうとお金に行き場がないので、うん、あのそういう本来であれば買われないリスクが高いと見られる商品までものすごい。 みんながあの積極的に買いに行くってことですね。うん。だからそのすべての株がぐっと上がってそうですそうですうで,すでまあ当然バブルだからどこかのタイミングでは弾けるってことですね、はい。そうです、ね。もう弾けてます。もう弾けちゃったんですね。はい、そうですね。でもその弾け方はどうなんですか。エミンさんの体感で言うと、めちゃめちゃ大きい弾け方って感じたのか、それともなんかいや結構ね、うん、大きく弾けてるんですけど、ただ、うん、あの みんなコロナの時の株の下げ方が頭に記憶に残っていてあの時は一気に下げたんですよ2週間ぐらいでね逆にああいう下げ方っていうのは逆にいいんですだから優しいですじわ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 下げる方が立ち悪いんですよ相場としてはね今回はね結構年初来年初からずっとじわ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 下げてきてるんですよねアメリカ株特にそうなるとみんなが あれまだいけんじゃないかとか、うん、ここから上にいけるからちょっともうちょっと持っておこうって言いながらこうどん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 目減りしていっているっていうそっかだから僕はものすごいいいタイミングでえみさんと共演してう、ね、どう思いますって聞いて。 あ、じゃあ今弾いた方がいいんだとかっていうのがあのタイミングでできてるのは良かったってことですね。二<で>ヶ月ぐらい前。そうそうそう。もうちょっと前だったかな。もうちょっと前。三、ね、月の頭ぐらいその時はどういう理由でエミさんは。 いや今売っっったた方がいいよっていよてう流れになったんですかそのアメリカの,その経済政策がこういうことを打ってくるからそしたら下がってくるからで、うん、どのタイミングか分かんないけど下がったらまたどっかのタイミングで上がるだろうからそのタイミングをちゃんと見てもう一回買い足せばっていうふうにアドバイスを受けたんですよ。 でもそれがどのぐらいの機会になるかというのはやっぱり状況見ないとわからないよっていうのあってますよね。あ、そうですねです、うん。ちゃんと頭に入れてるんですよ。本当一瞬のことだけど、そのきっかけになったのはいわゆるあの利上げをしますっていう関係ありますか？そうです,うですもちろん、まあ利上げをするのも関係あるし、まあもう一つはね。 えやっぱり永遠に膨らみ続けることできないから、もうかなり限界に来てたんですよね。そ、うん、は分かる人にも分かってたんです。もうあのいろんなものからお金が抜けていっているっていうのは、うん、ただ指数だけは連日最高値を更新しているっみんな気づかないんですよ。そう,すね、そういうの、うん。勢いがあるって思っちゃうっでんですよね。でもエミンさんはいやもうこれは <laughs> あのちゃんと引ける時が来るっていう、ね。<laughs> でも。 その島田さんはまさにその上がっる <laughs> まさにじわ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 でもまだ持っとけば何とか決算機だしまだ持っとけば何とか、うん、<laughs> まだ上がるはずだっていうねでどん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 今目減りしてこうなに引けないことになっちゃってるっていうのはこれ全世界がいやまあアメリカの経済がそうなったら全世界に影響を及ぼすわけですから。そうなんですよねだから投資っていうのはねあの すぐにパニックる人と全くパパニニククらなないい人人、うん、この2タイプしか勝てないんですよ、うん、すよぐにパニックる人っていうのはつまり何かあるたびにすぐにパニックになって売、うん、っ,った人っていうのはこれ助かるんです実は生き残るんですね、うん、であとは何があってもあのパニックにならない冷静いない人これも勝ちますで一番最悪なパターンっていうのはう最初さ下げてるのに売らずに売らずに <laughs> もう最後の最後でも耐えられなくなっちゃって投げる人、<laughs> 悪力なくなっちゃってね。でこのこの人たちが投げたら大体そこなんです。うんうん。そこそれがもうそこ,そこ、ね、なるほど。ほどもう我慢もう我慢に我慢を重ねた人が手放すタイミングがそこねそ,そ,そこです。はい。<laughs> 我慢いちょっとちょっと個人的な話になりますけど、はい、今今ですかね。今もう話した方がいいんですからね。かまあまだどどうですか逆に今話したいで売りたいですか。いや。 なんかそれこそ、もう一回上がってくる。<laughs> まあ、<laughs> ほら、ま、まだですよ。だから。<laughs> <laughs> そんなアメリカの経済とか全然分かんないけどなんとか気合だけで上ってくれないか,か、うん、<laughs> 気合ではわかんないでしょうけどまだ気合で持ち続けてる島田さんが話したタイミングだけ僕は分かればあ <laughs> そこ売ったと思えるってことですよねそらくそうですね。早そうんですね俺はもうだってエミンさんに言われたらもうその次の瞬間にはもうあのスマホでちゃんと売る情報に入力してるから。<laughs> さあで、まあ、エミンさんはこの本の中でもですね、うん、遠くない時期にリーマンショック以上の世界経済の崩壊が来るんではと懸念されています、ねまあこの理由これどうなるのかちょっと教えてもらえますかこれはだからあのその一つはまだ実はあのパ,パンデミックの後遺症っていうのを世界経済が直面してないんですよね。うん、つまりあの 物理的な、まあ、人間の後遺症ではなくてあの経済の後遺症ですねつまりあれだけの長い期間経済を閉鎖してしまって、うん、いわゆるその世界のロジスティックスがぐちゃぐちゃになっちゃっていまだにぐちゃぐちゃです中国で今ゼロコロナやってるので,、うん、でおまけにその、まあ、もちろんパンデミックがいる理由ではないけれどもでもそのテンションで、まあ、この今地政学衝突がいろんなところで起きてるじゃないですか、うん、今後も起きてくる可能性があります。うんうん つまり結局はですねこのちゃんとその、まあ、あのお金のばらまきとかその金融緩和だけで対処できないんですよとそういう政策のミスが山ほどあったんで、うん、そのコロナのまあ代償というか後遺症をちゃんとこう直面して世界経済がそこを乗り越えていかなきゃいけないその時期にきてるのかなって気はしますねそうなってくるとその世界の。 経済がこう、ね、ちょっとよくない状況になるってなったら当然日本もってなると思うんですけど日本はどういうふうに日本もですねもちろん影響を受けるんですけど日本の一つアドバンテージがあってそれがですねあの実は、うん、あの今回のこの、えーまあ、東西対立、まあ、ロシアとアメリカの対立中国とアメリカの対立私は新冷戦って言ってるんですけど、うん、まあこの恩恵を受けるんですよね日本,日本がそうです、うん、はい であのまたその世界経済がグローバル化からブロック化に移行することの恩恵も受けるんですね、日本は。でこれ、なぜかというと、そもそもなんで日本の景気が悪くなったかってよく考えてみると、日本のバブル崩壊したのは1990年ですね、これってちょうど冷戦が終わった年なんですよ。で91年がソ連が崩壊してるんです。でつまり、日本の株式市場も景気も良かったのは実は冷戦時代なんです。 うん、お緊迫してるるる大国があるとスるんですかそう,そ,うそういうことです<ー>そういうグローバル化っていうのは日本が得意としてないし日本に追い風にならなかったんですよ。うん、日本からどんどんその製造業が外に出てっちゃったわけ。うん、中国に行ったし台湾に行ったし韓国に行ったしどんどん日本経済が成長できなくなっちゃって競争力を失っていったわけ。うん、でもこれれって今その流れが 逆回転して始めているので、つまり新しい冷戦ができて、はい、そこに日本があのまあいわゆるまあアメリカと同盟関係をねあの強化した感じで、今度そのサプライチェーンっていうのは日本に戻ってきます中国から。今こう渋ってる企業とかもやっぱもう撤退して日本でやった方がいいんだってなるんだ。 まあ最近例えば日本株もアメリカが下げても日本株さほど下げてないそれも結構みんな気づいていると思うんですけどそれもよくよく考えたら例えば今回のウクライナ戦争だってロシアの対外資産というのは凍結されてるんですよね、うん、でもそれがあのいろんな国から見るといや私たちはアメリカと対立したり海外資産が凍結されるかもしれないと。 だったらちょっとアメリカから動かした方がいいですよってなりますよね、うん、でそうなるとその中にはもちろんそれは日本人とか欧米人のお金が凍結されることはないんでしょうけどでも例えばオイルマネーアラブマネーとかロシアマネーチャイナマネーこれじゃあ行き先を今探してるんですよ、ね、なるほどそうなると結局日本しかないんですよ行き,行き先としてはね、うん そのいろんな意味で日本にも追い風が吹いてるなと、まあ、直近でサウジアラビアのファンド側のニンテンドの5%買いましたちなみに<ー>そ,<う>そっかだから行き場失ってるそお金がそう,そうですだからアメリカにおいたらだってアラブだっていつアメリカと対立するか分かんないから、うん、そんなにロシアの海外資産軽々凍結されたらみんな怖くなりますよね。は そううユーロ圏に移さないのもまたど,どこで緊迫するか分かんないっていうリスクがあるってことですか、ねまあ、いわゆるアメリカとヨーロッパって一つひとくくりで見てますよね。西、うん、西側っていう感じ西側っていう意味でその意味味ででその あのじゃあ日本っていうのはそこもちろんその同盟国ではあるけど少し違うんですよまた日本はね、うんうん、今回もねちょっと少し対応も違うし、まあ、ちょっと遅いって言って批判はされてるけど<か> <laughs> そっかだからこそ、うん、こうオリジナリティあるその運営ができてるんですねそうです日本っていう国がそうです あと迂回先にも多分あのつまり直接ブロック経済で直接こう取引できない国々が迂回先に日本を使うっていうのは今後でいっぱい出てくると思いますそうなると資本が日本に集まるし、うん、投資が日本に集まるし人材が日本に集まる。うんはえー 今ロシアウクライナってこう、うん、あの戦争してますけどもでアメリカ NATO っていうところがじゃあこの戦争どう見守るかっていうそれが新冷戦で,で中国も、まあ、台湾のこと台湾有事が起きるんじゃないかっていう中でまたピリついてるじゃないですか。はい、で,、ね、で日本ってロシアとも中国とも近いけども。 なんか独特な、ね、この経済としてはまだここは安全なんだっていうふうに世界は見てるってことですかね。少、ねまあ、なくとも、えー、まあアメリカ欧米ではないですよね日本は。うんうん、だからあの海外資産がすすぐに凍結されるってことといいこはな思まそういう意味で行き先としてはまあ民主国家ですそれなりにその市場が大きくて流動性があって。 投資先が豊富にある国っって言ったら日本しかないんですよ、うん、でこれって結局冷戦時代もこうだったから日本株があれだけ上がってたんですよ、うん、外国人が一生懸命買ってたわけそれがあの冷戦が終わって中国が解放されたらだってそっちの方が利益取れそうだもん、うん、それ日本から一気にお金引きますよねグローバル資本。 日本人も含めて、冷戦が終わったらね、うん、だから緊迫してるからこそのチャンスがあるんじゃないかと、まあ、最終的には自己責任ではあるけど、今の話聞いて島田さんはどう思いました？いやそんなグローバルな視点で株やってないんで、<laughs> <laughs> <laughs> もうちょっと大きく見ないとダメなのかなと思いました。だから日本株っていうのがだからそこまで値崩れしてないっていうのは、今まさにちょっとこうなんかね、もっとくとこの冷戦状態が続いている。 緊迫した状態が続いてると、まあ、日本にお金が集まりやすくなる、まあ株、株価が上がるっていう。シンプルなことってことですよね。そうです。はい、うん。まあ、ちょっと長く見ていくと、そうなっていくのかもしれないですけど、うん、ひとまずは今円安が。すごいこう、物価を上げたりして、なかなか大変なことになってますけど。うんはい これはどう,ですかねそうねこれは,こ,れでこれは短期としてはすごく大事な問題になってますけど、うん、どうううででしょうかかそうですね、まあ、だからあの円安に関してもただ、多分そんなに長期にわたって円安になると思えないので私は、うん、えこれがあのおそらくもう131円ぐらいでドル円って頭を折っているので、うん、ここからは円がまた強くなっていく、まあ、そういう展開になると思います。うん、それはその冷戦状況 のの中で資本本が日本に集まるというのと同じ仕組みです,かです同じ仕組みだしう、まあ、あのもう一つは、まあ、あの例えば日本が6月から、うん、あの外国人の来日を解禁しますので、はい、えその意味でも今ちょうど安いから多分人が来るでも来るためには円を買わなきゃいけないんで、うん、円買いの需要が生まれるんですね。そっか日本今行こう なんかこコロナのね対策もまあなんかやってるだろうし、そう,そうそうそう。うんで円安だから旅行しやすいかっつって来るんだ。<う>へえ<ー>。で最近私あれ見ましたよ。あの二年ぶりにあのマリオカート乗ってる外国人見ましたよ。秋葉原で。あれ？あもうしばらく見てなかったですけど。ああ。ってことはまあ少人数で今ねもう観光客受け入れてるって話ありますもんね。 あ,あの人たち来始めました。来てますよ。<laughs> あれがい指針になるんですね <laughs>、うん。夏ぐらいにブンブン飛ばしてるかもしれない。そっか。だから今まさにこう人がどん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 来始める時だから。はい、面白いね白い、まあ。あと国内で見ていくと、まあ物価は上がりましたけど賃金が上がらないっていう、うん、これどんどんちょっと生活は苦しくなりますけどっていう結局ここがこう日本経済こう、うん、停滞の。 ね理由とまでも言われてますけど、うん、これはどううでしょうかね、うん、あそれは、ね、おっしゃる通りなんですよで、うん、これは私は実はすごくシンプル、うん、まあ実行は難しいですけどあのやり方はシンプルな方法があると思っていて、うん、あの国は公務員の給料を上げるべきです、うん、公務員の方を上げるんですねそう,そうです。 そうなると、どうなんですか、公務員の給料上がる、そう、ベースが上がるん、はい、ので。そうなると、そう、あの、み、民間企業も上げなきゃいけなくなるんです。んうん。うん、それはつまり、あの、く、あの、日本政府はいろんな民間企業に、あの、賃上げするように圧力かかけてるけど。うん、日本とは別に、共産主義国家じゃないから、みんな自由に決めるんですよ、市場っていうのはね。うん。うん、あの、国ってい、ね、一番大きい雇用主です。うん。うん 一番人を雇ってるんで、うん、だとあんたが上げなさいって<ー>自分でお金すれるし別にだからにあの政府でだから今回今,今インフレ起きてるけどこのインフレっていいインフレじゃないからね、うん、円安で起きてるインフレだから、うんうん、そうじゃなくて政府が例えば公民の給料上げてベース上げたらこれいいインフレで賃上げでインフレを起こしてるからる、うんうん、だからこれ実際一番てってる早いやり方っていうのは私はその,あの公,民公民の給料を 10%ぐらい上げて、でそれに合わせて多分民間企業っていうのは全部合わせてくると思います。うん、<ー>そうなると、いわゆる官の方に人が集まっちゃうから、民の方が上げないと人が来なくなるっていうそういうことです。そういうことです。なるほど、ねうん、デメリットないですか？ デメリットというのはあのそのいや上げないことにと比較するデメリットっていうのはないです、うん、だからその、うん、何もしないでだってあの日本は上,が <laughs> 上がんないんだからこのままそうですね。物価が上がって賃金上がんないって可処分所とか減ってると思うだから、うん、これじゃ景気が全然良くならないんですよ、うん、だから少しこう意図的にある程度インフレを起こしに それも賃上げでインフレを起こさないといけないんでそうすると国が一番大きい雇用主だから。うん それどうなんですか動きとしては公務員の賃金を上げそうな空気感ってあるんですか、うん、なぶないいと思う <laughs> ないんだう、ね、今とにかく民間上げろ上げろって言ってとにかく多分官を上げるともう世間からものすごい批判が来ると思うんですよね。えー、俺批判しないけどな今の話を聞いたらそうかもしれないですけどねなんとなくこうずるいずるいとか <laughs> この私たち苦しい時にそのお役所の人だけ給料上げてずるいってなるってこと うん、でも、お役所の人も消費して経済回してくれるわけですよね。なんからメディアもねあ、あ、あ、多分煽るから。 その辺ね、公務員の賃金が上がった。だからメディアが協力してくれたらうまくいきそうな気がするうわ。でもメディアが協力したら、今度メディア叩き始めるって。<laughs> あれも怖いよね <laughs> まあ、でも叩くよくも悪くもですけど、やっぱなんかいいことばっかり、世間受けがいいことばっかりやってたら。まあ、多分どんどん悪い方に。行くんですよね。そこをどう説得するかっていうのは、多分政治の役割だと思うんですけどね。はいはい、でも、今の、えっと、岸田。 政権がそれをやるってちょっとまあ選挙前もあってそっち側には踏み切らないです、ね、その参議院選挙が終わったらそれが可能かもしれないですけどいや多分やらない,やらないんだっていうのはあの岸田さんはあのどっちかっていうといわゆる財政緊縮派なんで私が言ってるアイディアっていうのは国の財政を逆に拡大させることになるんで、うん、つまり公民の給料を上,上げるっていうのは国が財政出動しなきゃいけない。うんうん であの多分その真逆の考え方なんで絶対やらないですけどでもこれが多分私が一番いいやり方誰かあのクレイジーでもいいから誰かこうやってほしいです、ね、<laughs> なるほどね。あの絶対良くなるとも日本が。へ<ー>新しい資本主義だって岸田さんはい、ね、ま、うん、だにこう実態が分からないと言われてる、うん、新しい資新しい資本主義、ね、<laughs> なんどういう意味なの新しい資本主義って。<laughs> まだ誰もわからないという。うそう、だから、<ー>そう、もともとだから、新しい、という古い資本主義ちゃんとやってないでしょって話なんです。<laughs> 日本は。やってないってことは、恵美さんの主張なんですよね。ね私が、あの、自分の本で主張しているのは、日本というのは、そもそも資本家なしの資本主義をやろうとして失敗したんです。うん資本家を作らない資本主義っていうのはできないんね。日本は資本家を作らないように。いろいろと、その、いわゆる。 官主導でね、うん、やろうとしてでもそれって結局行き詰まるんですよどっかでねまあ中国も行き詰まってるし、うん、であのなので新資本主義じゃなくてちゃんんと資本主義やってほしいんです <laughs> 新,と新とかじゃなくて普通の資本主義、うん、オーソドックスな資本主義まずはやりましょうよこと,そういうことですこれでもその公務員のお給料を上げないで今現状を、えー、と賃金 上げはないまま物価が上昇してるっていうなんか僕たちはじゃあど結局それやってくれそうにないんだとしたらどうやってしのいでいけばいいででけばすかまあこれはだからあの皆さんは一つはやっぱり資産運用を覚えるしかないんですよね。うん、あのつまり自分やあのアクティブインカム自分が働いて稼いでるお金以外のパッシブインカムを作らないといけない、うん、これが一つですね。まあ、あとはあのその前 今やっている例えばそのまああの皆さんがやっているまあ事業でもいいですしビジネスでも仕事でもいいんですけれども、うん、まあ何かこうみんな何らかの副業を持つっていうやり方もあるかなと思います、うん、今のな今の日本の企業も副業を認めるようにはなりましたってきま,よ、ねうん、まあこれも第二の人生じゃないけど何かこうもうちょっと別のものをこうやっていくっていうちょっとした。 そういうのもいいかなって気はしますね。なるほど。株を、その資産運用するんだったら、何がいいですか?。あの、まあ、とりあえず初心者は、あのインデックスファンドを積み立てた方がいいですね。うん、なるほど。投資信託ですね。そうです。そっか。あ、まあ、なかなか島田さん、もね、うん、こう。資産運用しようと思っても、うまくいかないっていうね。うん、<laughs> 人もいる中で、で,ね、でも、ど。ど っかでうまくいってる人もやっちろんあの,そこあの資産結構資産運用がうまくいってそれが、まあ、資産効果としてその人がたくさん消費をしたり投資をしたりって、うん、さらにねっていう方たくさんいますのでなのであのどっちかというとだから真面目にやってる。 手堅くくくやってる人の方も上手くいくんですよ、うん、投資ってだからあのそんなにだからそのエキサイツメント面白さを認めないでなんか真面目にやってほしいそこにそうねなんかその上がり下がりで、うん、すぐ2倍とかそういうことじゃなくてね違いますじっくり長期でねそうそうそう、うん、で、ね、そうそうそうこれってよくねこの前私書いたんですけどあの,その、まあ、仮想通貨がね、うん、大きく下がってるからこういう仮想通貨の投資家のマインドっていうか流れってどうなってるかっていうと なんかあの5万円入れたらすぐになんか30万円になった <laughs> あの10万円入れとけばよかったって、うん、今度あの100万円入れたらあの300万になりましたってあのすぐにねあの2週間で、うん、なんだ500万入れとけばよかったって、うん、で次はですねあのもう借金して5000万入れましたって <laughs> ゼロになったるって。だからそ,そう考えるんですよ。ンなんですよね、うんうん なんだ、持って入れとけばよかった。うん、でも、そんな二週間で三倍になるようなものっていうのは。と同じ期間で三分の一になることも可能ですよね。当然。なるほど。うん、だから、その。その あの投資マインドみたいなのが、やっぱりちょっとギャンブルマインドと一緒になっ,、うん、なっちゃってたら、ね、そういう意味ないってことですよね、うん。そうなんですよ。だからギャンブル、日本はギャンブルもね、ないから。うん、そのギャンブルと投資の何が違うのかっていうのも理解できないんですよね。私ギャンブルも好きなんで、うん、自分がね、ギャンブルは何なのかよくわかってるから。 ギャンブルと投資って違うって。うそうか、違いをちゃんとわかりながらやってるけど。そう,そ,うそ,うそういうこと。ですでも、なんか、ここに貼ると、こんだけ儲かるんでしょうみたいな、マインドで言ったら違うってこと、ね。そうなんですよね。まあ。カジノ行く時にね、例えば、自分。ポケットに、まあ、二十万円入れましたと、その二十万円なくなるって前提で言ってます。私は。うんうん、あの、遊んでなくなるそ。そう。楽しみながら。お金を使うってことでしょ。で、うん、う,うそう。うん、でも、投資するときは、二十万円なくなるっていう、投資し、しないよね、普通。うん、うん そう思ってないのにカジノに行くぐらいの心境でいっちゃう別物別物もう全部やらちゃうか溶けてもいいと思いながらやっちゃダメですねそれは別物ですねこのエミン・ユルマスさんがお書きになった本「エブリシング・バブルの崩壊」「終映者」から発売中ですもっとこう世界のねいろいろこう細かく中国のことも書いてますしあとは日本の「 円に関しても書いてますよ。うん、はい。あの金融師匠が書いた本なのです。読ませていただきたいなと思いますけれども、ええー、では最後にリクエスト曲いただいてお別れですが、何にしましょうか。はい。Fly Me to the Moon ですね。うん、フランクシナトラです。フランクシナトラ。なぜ？あのまあボビー・ダーリンのより上の人がいたとしたらこの人だかですから、うん、シナトラは。フランクシナトラね、僕も大好きなんですよ。そう いいですよねなんいいですよ。もうなんか年齢を重ねていけばいくほどフランクシナトラに寄っていってしまうなっていう皆様ぜひお聞きくださいエコノミストのエミンゆるまつさんでしたありがとうございました東京浜松町文化放送のスタジオから生放送でお送りしております田村敦史のニュースクラブここからはメールコーナー敦史の部活です今日のテーマはこちら我が家の経済事情、えー、山口県ラジオネーム木津口に塩さん 我が家の経済事情ですが離れて暮らしている私たち夫婦は共通経費以外は別会計にしていますお互いの収入は把握してますが貯蓄額はお互い知りません 個人的にはこのまま貯蓄額を知られないまま過ごしたいですし独身時代から貯めているお金を夫のために使うなんて内心は嫌だなと思ってます秘密のまま過ごすことは可能でしょうか皆さんは家庭の貯蓄額把握されてますか<ー>もし同居した時にお小遣い制に切り替えるのに良い,方良い理由があれば教えてください確かに俺知らないなかなちゃんの貯金とか <laughs>、うん まあお互い働いてらっしゃるとね最近もう財布は別ですみたいなご夫婦、うん、結構いらっしゃいますよね,そう,すねそうなんだ、うんうん、うちはもう一つだからな<ー>でもかなさんの通帳は見たことないなあるはずだけどねえどうしてるんですか あのカードを渡して好きなだけ使ってくださいっていうっていう感じなんです<敵>かっこいいです。<laughs> 言われてみたい。僕,は回た僕の稼ぎの範囲内であればですよ。<laughs> はい、でも完全にもうお任せ。もう任せてます、ねはいうん。でも自分もわかるんで、自分が通帳ちゃんと持ってるんで。んうん、で。 株の通帳だけは別にしててだ,だからこの会社にエンジェル投資とかなんとかっていうのは自分の株益の中だけでやってるんで最悪溶、まあ、かしちゃ駄目だってねさっきエミンさんが言ってましたけども、うんね、まあエンジェル投資ってなるとやっぱそっちのリスク結構高いんで,まあで応援みたいな感じですよねエンジェル投資だからこう家計用に持ってる口座,、うん、座は全部こう。うんあの 開示してるし、はいはい、あの自由にっていう、う何にも制限かけたことはないですね、うん。まあ別に隠してはないけど、まあじゃあ一応奥さんの知らない資産はあるっていうことですね。ねね隠す意図はないけど。いやいや全然持ってっていいしね。うん、かなちゃんはかなちゃんで、<laughs> うんなんか貯めてんだろうね。<laughs> 次行きますか。すえー、っとパンチラ夢子房さんです。横浜の方、六十二歳自営業。 側近、えー、払いなら200万円安くなると言われて即決、うん、1200万円のワンルームマンションを買ってきたりする妻、はあ、さほど有名でもない作家の作品にビビッときたとかを言って100万円もする絵を買ってきたりする妻、うん、そんな妻が株投資を始めたんです、うん、<laughs> 財政面の全てを妻に任せている私はヒヤヒヤです。 <laughs> あなるほど。ああ、全部任せてんだね。そっか。まあでもな,なんでちゃんと目利きができるや別に、うん、そこに何かの価値を見出せてんだったらね、うん、人がとにかく言うことじゃないよね。千二百万のワンルームマンションも<え>今値上がりしてますとかならね、うん、いいでしょうし。うだけど千二百万のそのワンルームが一番こう。 売り買いいでききないって僕は聞きましたけどねやっぱファミリータイプのマンションが一番購入するところが多いんで,で、ねねうん、まあ人のその投資にはとやかくまあでもね1 2自分で使う分にはね,ね何の問題もないから。だって200万も安く買えたんですよ。株投資をね うんまあ今さっき、エミンさんも今勉強のタイミングとしてはいいと、ね、いいって言ってましたね全額どう,うのないようにね,そ,うね、はい、それはいつのタイミングも,もう何度も言いますけど全部あの自己責任ですからね、はい、賢く運用してくださいラジオネーム秘密のあっこちゃん72歳女性の方です。はい 現在七十二歳ですが、十年以上前からパソコンの前でデイトレしてます。うん、人に気遣いすることなく世界の動きにアンテナを張って毎日が楽しいです。うん、少しずつでも孫たちにお小遣いを内緒で渡すのが楽しみになっています。いいおばあちゃん。六十、えー、からのデイトレーだー。うん いやでもね PC を使うタイミングにもなるしね、うん、お孫さんにその株益でねお小遣いあげるのめちゃめちゃかっこいいなと思いますね <laughs> う,ん、うんそんなおばあちゃん増えたらいいのにさ、うん、そして川崎市ラジオネーム大馬ですレペゼン熊本さんですえ、うん、29歳一人暮らしの男性なのですが来月から給料が減る予定なので、うんあら 入会していたサブスクをバンバン退会している状況です<ー>最初は退会するのもったいないかなと思っていたんですが、うん、今まで動画を見ていた時間を睡眠や別の時間に当てられるようになったので好影響が出てきております怪我の巧妙ってこういうことを言う,こと言うのかなと自分に言い聞かせて日々を過ごしていこうと思っています <laughs> なるほど 収入減るとに合わせてねやっぱサブスクは調整した方がいいですよね。まあでも結構あ時間できたっていうそうね、うん、プラスにも感じてるっていうラジオネームファーストエディーさん70歳八王子市の方です。うん、我が家は妻と息子の3人暮らし 特にローンもなく妻と私の年金に息子が毎月手助けしてくれるので何、うん、とか生活ができています、うん、それでも無駄遣いの余裕はありません、うん、そのため私は自分の小遣いだけの家計簿を毎日つけています、うん、日記とともに その日使った金額や収入を漏れなく記録しますもちろん収入は基本的に年金だけですが出費はあ自販機で買った120円の清涼飲料水もつけますおかげで無駄遣いが減り家計簿は正解だったと思っていますきっちりとね、うん、つけるとお金の流れわかりますもんね私も4年ぐらい びっちりつけました、えー、家計全部で,すかで大体金の流れを把握できたので最近はこれに大体このぐらいこれにこれぐらいって把握して家計簿やめたら、うん、びっくりするぐらいクレジットカードの引き落としが増えて。 やめと途端に。<laughs> やめた途端に。だ、だ管理。ゆるゆるになっちゃうんですよ。<laughs> そう、不正利用かなと思って、ー全部心当たりすた。全部自分。<laughs> 全部。家計簿やっぱ続けとけば大事ですね。ね、うん、怖いな。もうん、一応、あの、最近。つけたよ。電子マネーすると、全部履歴が出るじゃないですか。うん、あ,あれをこうね、頻繁に確認するようには。してます。あ、こんなちょっと使いすぎてんなっていうの。はい。そう、なのか。つけてない。 イインンカカムムののの違いいいいが話にああありりまますすす私だってて制限限は無無るるわけななでからさんんそ駄遣しと一切俺だって使わないもんそもそも洋服も毎日同じ服だし物欲がないからね。本当思います そうそうなんか投資に回してる感じそのお金じゃなくて、うん、人生の投資とか、ね、そうそうなんか自分のためにうんでも使うことないなご飯とかね番組のプロデューサーと行けば確実に怒ってくるわけだよね,ね今んとこはだから何にもないな うん、そんな後輩引き連れていくぞっていう感じのタイプの方。でもないですし、ね、いや、もう後輩なんてもう、何食ったってうまいって言うから、もう連れて行かなくなりました、ね。<laughs> その、なん、なんだっていいんだから、あいつら。<laughs> ねうん、かコロナ禍でちょうどよかった、うん、あいつらと飯食わなくたって俺の生活に何の影響もない本当に <laughs> 連れてってもらったでしょでもね、うん、いや連れてってもらったけど、まあ、限られた先輩だからかなんか大人数で行くぞみたいなのってちょっとやりたい時期あったけどまあ,まあ,あんなの全くの無意味だねうん <laughs>、うん、もう使わないです私はお金を、うん、もう本当に行きたい人と行きたい時だけ行きたい人と行きたい時間にっていう大人のね ににななりりままして、はい、私の部活今週以上になります東京都文京区、ラジオネームみうぽんさん36歳、女性の方からいただきました連休中、旦那と息子とドライブに出かけましたところが思わぬところで渋滞に巻き込まれてしまいそんな時に限って息子がおしっこ行きたいと始まってしまいました。 周りはお店もも見当たらずトイレができるとこもなさそうやむを得ず道端で用を足させましたモラル的にも決して良いことではないと分かっているのですが私たちは罪に問われてしまうのでしょうか緊急事態だったので許してもらいたいなと思います子供ですからねいや、子供だからって見過ごしちゃだめでしょうね。<laughs> <laughs> ダメですかね、うんまあ、目つぶるんだろうけど法的な観点で言ったら大人の小便も <laughs> 子供の小便も同じ扱いだと思うので、ねうん、やっぱ、うん、子供の小僕は,は,、ねまあ、はそれで子供を責めたりしませんよんそだ,だめだったんでねだせその我慢できなかったんだよねってなるけどでも逆におもらしした場合ってどうなんだろうね。うん、お漏らし うん、僕は息子がすごいちっちゃい時に、うん、あのいわゆるスーパーでちょっとそういうことになりましたけどすぐ店員さんが「あ大丈夫ですよ」ってってささっと掃除してくれてささっと掃してくれてささっと掃してくれてあ,あ、ねまあ、おもらしいいんだったらいいのかないやでもだめだよねだめだと思うわ法的にはねここが難しいとこよね,ね昔はなんかよく見た光景のような気もしますけどね <laughs> 時々タクシーの運転手さんがしてるの見かけるけどねどですかそこだめですよってすごい遠,遠くから俺は注意する <laughs> ええー、みたいな <laughs> どうでしょうか正解は罪になる可能性がありますうわやっぱね、えー 警察に通報された場合には軽犯罪法違反などの罪に問われて刑罰を科される可能性がありますでこれは比較的軽い小さな犯罪についていろいろと定めている法律なんですけどその中に街路または公園その他公衆の集合する場所でつばを吐きまたは大小便をしもしくはこれをさせたものについて拘留または過料の刑を科すというのを定めています。い、ま、い、あ、いううのののはは日未満の短い身体拘束で過量っていうのは先 1000 1円円以上1万円未満のの罰金のことで,す、ね、でまあ厳密に言うと相談者さんも子供に大小弁をさせたっていうことで、えー、まあ法律上は刑を受ける可能性がありますただまあ子供ですしねどうしようもない時もあると思うので、まあ、よっぽど悪質じゃない限り実際にこう呼び出されて罰を科されるっていうことはないと思います。 ただ、まあ、同じようなところでばっかりこうみんな立ち損をしてこう植木が枯れてしまうとか、うん、あそういうのもあるので、まあ、終わったあとは水をかけて極力にいがしないようにするとか、うん、まあやっぱやっちゃいけないなっていう意識は大事ですよね、えーうん、やっぱりね、毎回その散歩の途中に同じ場所でしてたらそれはだめですよね。 さあこのコーナー悩めるあなたからのメールファックス受付中です以上今週の悩める人でした田村俊のニュースクラブそろそろお別れの時間となりました来週は作家の三田慶さんと企業家の深い龍之介さんをお迎えして歴史を知ればあなたの悩みが吹っ飛ぶ思い込みから自分を解放する歴史思考というテーマでお話を伺いたいと思います、えー、ツイッターたくさんありがとうございます、えー、スノーピーさん島田さんドンマイ、どんまいダチュラさん 金儲けの下手な弁護士の方が信用できる気がするありがとうございます、うん、あとリ,リカはギャルさんから、えー、天才でさらにお金儲けの才能もある無敵だわエミンさんあとダチュラさんから脳に聞いてみたいこと脳脳の話したか、ね、そのままもう時間なかったからそのままま,ま,まとめようとしちゃったこの,、ね、この脳にいろいろと聞いてみ,てみたいと <laughs> あれ俺気づいてよかったよ先週もなんかね問題発言あったから2週連続で「砂ちゃん」ってか今まで俺気づいてないけど結構な問題発言があ,あんじゃないの問題発言じゃないですよ別にそう脳に聞きましょう問題失礼ですけど、ね、<laughs> この後ねこの脳に聞いてみたいと思います <laughs> 人格どういう「脳を捨てるんだ」っていう話からね, <laughs> そ,うねそのままですか<や>ちょっとちょっとえみんさんもやっぱり日本語うまいから、うん、えっていう顔になってたと思うす <laughs> すぐ訂正したじゃないですかすぐ <laughs> でもこれはでもリスナーと一緒に作るねラジオなんで、うん、何か我々に出現があったらすぐさまツイッターでね教えていただきたいなと思います 今週の出現大賞は、えー、今週も砂ちゃん、ね、<laughs> <laughs> ということで <laughs> また来週です <laughs> 田村アトシのニュースからまた来週です <laughs> さよならエンディングだと何のフォローもできないな <laughs> <laughs>